みなさんこんにちは、ガモラジのお時間となりました。今回のテーマは新1年生のキャンパスライフです。みなさん入学した後の学生生活に不安を抱えていませんか？入学式の身だしなみや友達の作り方について現役学生がお答えします。今回のテーマについてお話しさせていただく表現文化学科情報文化デザインコース2年はやです。私はデザインの勉強をしていまして、下町についての雑誌や記事を作っています。よろしくお願いします。人間科学科1年のゆきです。今は調査法の表を作ったり、身体科学、人間科学とかもいろいろ学んでます。よろしくお願いします。それでは早速今回のテーマについてお話ししていきます。ゆきさんは入学式の時身だしなみどんな感じでしたか？私の時は結構就活に使えるようにリクルートスーツみたいのを親に買わされて、で結構使ってた記憶があります。なんか髪色とかもそのなんか去年 その入学の対象大学の確認したらみんな黒髪だったから、これ金髪で行ったらちょっとやばいかなと思ってインナーを気にしていきました。インナーを逆にどうでした？私も就活に使える感じのパンツスーツだったんですけど、うんうん、それを着てて、髪色は私は明るめの茶色にしてました。でも友達、一緒にいた友達は割と銀とかの子もいたんで、そんなに、そう銀の子もいたりそう入学式早々で結構派手な子が何人かいたので、そんなに私は大丈夫っていうか、うん、目立た悪目立ちとかそういうのはなくって感じでした。なんか私が入学するときに周りに本当にみんな黒髪しかいなかったから、学科とかにちょっと左右されたりするのかもしれない。確かに表現学科ですね。表現はそうですね、派手な子多いイメージです。確かに結構あれですね、金とか本当に結構なんていうの、めっちゃ派手な感じの髪色の人が多いんですね。そうですね、だからもう自分の好きをやっても大丈夫な大学ではあると思います。そうですね。入学してから友達とかはどんな感じになってました？友達なんか最初の頃はそのなんかツイッターでみたいな頑張ったんですけど、やっぱりだんだんなんか疎遠っぽくなってっから自分でめっちゃ声かけて頑張って作りました。インスタを交換しまくったからもう即インスタの QR 出せるようになりました。インスタめっちゃ私も交換したんですけど、結局誰が誰か分かんなくなっちゃうくらいなってて、結局仲いいことは LINE で話してるみたいな、ずっと継続してる感じがあって、まあでも SNS 交換しておくと、この子あのサークルの子だなみたいな、後々分かったりできるんで。確かになんか後から顔見比べて、あ、もう知ってたよねみたいな。そういや私もそうでした。そうそうそう、なんか分かんないのが怖すぎて、とりあえず最初になんか何々ちゃんだよねみたいな確認をしてから、そうそうそう、確認をしてから話を頑張って続けるっていうのを、あるあるあるですよね。ご飯とかはどんな感じで食べてますか？ご飯はなんかやっぱ学食か、一人暮らししてるからそのコンビニで買うとかが多いですね。学食とかはたまに使ったことはある？そうです、なんか友達とご飯食べる時ぐらいに使うぐらいですね。なんか授業の後に友達と一緒にご飯食べよう、約束で食べるかみたいな感じが多いです、ね。私もご飯持ってくるの忘れちゃった時とか、今日もそうだったんですけど、学食行って食べました。なんかすごい高いわけではないっていうか、コンビニで買うと種類も多いんですけど、まあ、意外と値段がおにぎり2個でも300円とかするじゃないですか。だから
学食行くこともそんなにすごいたまになんですけどあります、うん、あれですもんね、学食安いですもんね。安いですね。なんかうどんのやつが350円とかで売ってるから、うん、そう、うどんめっちゃ美味しいです。いや、めっちゃわかりますめっちゃうどん食べてます、あれあとカフェとかは行きますか？いや、なんかそうなんだよ、パンを買うぐらいですね、カフェは。行きます？私はあのカフェオレを買っての、授業中とかも机の余計に置いてたりします。え、カフェオレあるんですか、そこ？カフェオレとかコーヒーとかのカップに入ってるやつが売ってるんで、はい、そうなんですか？知らなかったですえ、それめっちゃおすすめです。コンビニのやつみたいな感じですか？あ、そう、あの使い捨てのああいうなんか紙カップの蓋ついてるやつが売ってるんで、あれちょいちょい。そうなんですか？え、美味しいですか？あれ美味しいです次使います、それ。はい、ぜひ知らなかサークルとかアルバイトはどんな感じで？サークルはその大大祭に入ってるのと軽音に入ってます、ね、うん、はい、バイトはその何個かやってて、1個目がセリ、結婚式場のスタッフやって、うん、2個目がセリアで、で今があの飲食系 の、 そのバーみたいなのをやってますね。あ、そうなんですね。いろいろ結構やってる感じ、はい、そうですね、なんかコロコロいろんなことやりたくて、うん、結構移動してますね。テンさんはどうですか？私も文化祭実行委員に入ってて、うんうんうん、アルバイトはあの塾講師やってたり、うん、今は飲食チェーンの一本でと何年間か続けてますね、うん、そう、何年もやってるんですか？ここの時から同じところでやってますめっちゃ長いですね。そうですね、なんか新しい仕事覚えるのって大変じゃないですか。いや、だから変えづらい。あ、一回覚えたらですね、やめたくないですよね。そうなんですよね。高校からって結構長くないですか？そうですね、高3の受験終わった後とかなんで、うん、受験するまで結構忙しかったりするじゃないですか。そうですよね、あれですもんね、なんか両立できる感じじゃないですもんね。そうですよね、バタバタしちゃいますね。なんで結構でもいろいろなバイトとかやってる子多いんで、いろいろな興味出てはきますね。確かに、なんか覚えなくてもいいんだったらちょっと、うん、めっちゃわかるでも覚えるのがとにかく、ね、あのホールとかキッチンとかあるじゃないですか、はい、でもホール覚えたらキッチンとかされるみたいなあるから。そうですよね絶対もう次が変えづらいですよね、うん。最後に受験生や新1年生に向けたメッセージをゆきさんお願いします。はい、そうですね、なんか入学する前に多分その友達関係であったりとかその授業のことに関して結構不安があると思うんですけど、でも友達とかはなんかとりあえず周りに話しかけられてれば仲良くなれることがあると思うし、その勉強面に関してもその先生であったりチューターさんがすごい親切に教えてくださるので多分大丈夫だと思います。頑張ってください。皆さんすごく不安な時期だと思うんですけど、大学に入ってしまうと本当に自分のやりたいことを好きなようにやれちゃうというか、自由な時間がとても増えるので、そういう趣味の時間に費やすのもすごくいいんじゃないかなと思っております。友達を作るのも醍醐味の一つですので、そういうのも楽しんでいただければなと思います。ここまで話してきましたが、そろそろお時間となってしまいました。ありがとうございました。そしてここまで聞いてくださった皆様ありがとうございます。最後にラジオに関しての注意事項などは概要欄画面上にてご確認いただきますようお願いいたします。それでは次回もお楽しみに。